皆さんおはようございます。今日も御言葉から恵みを分かち合わさせていただきたいと思います。今私たちはですね、ダビデの失敗、バテシェバとの会員のその失敗からですね、学んでいます。今日は第2サムエル記の11章3節4節から見ていきたいと思います。お読みします。ダビデは人を送ってその女について調べさせたところ、あれはヒッタイト人ウリアの妻でエリアムの娘バテシェバですとの報告を受けた。ダビデは使いの者を送ってその女を召し入れた。彼女が彼のところに来たので彼は彼女と寝た。彼女は月の者の汚れから身を清別していた。それから彼女は自分の家に帰った。アーメン。あまりアーメンと言いたくない、そのようなところですけども、まあ、ダビデは、まあ、大きなですね、本当に大きな失敗をしてしまいました。彼はこの屋上から、ね、裸の女性が見えて、それが誰かを調べて、そしてですね、それがもう旦那さんがいるそのような女性だったのに自分のところに招き入れて、結婚外でのセックス、また不倫ですよね、それをしてしまったわけなんです。これは本当に聖書も大きな罪であるとそのように言うんですね。結婚外でのセックス、それはですね、そこには死があるよって、ね、それは死とつながっているんだ、そのように聖書は言うんですね。ダビデは何を失敗してしまったのか、もうここのはですね、もう失敗だらけ、全部失敗だと思います、ね、彼はですね、罪と分かっていながら招き入れた、まあ、罪に誘惑にとどまり続けた、それゆえに失敗してしまったんですね。彼はですね、この屋上でこの女性が、裸の女性が見えた時にすぐにそこから逃げなかった、ね、彼はですね、どうしたか、ね、その女性が見えて心が惹かれました、まあ、それはですね、私たちには性的な欲求がある、これはみんなにあります。ね、神様が与えられたものですから、それは変なことではない。でもですね、彼はそこにとどまり続けた、ね、そのことを考え続けたんですね。部屋に帰った時も、ね、あれはどこの女性なんだろう、誰なんだろう、とっても綺麗だった、あ、そのように思ってですね、それを考え続けてですね、彼は人を送ってその女、その女性が誰かについて、調べ続けたんですね。調べさせたんですね。まあ、調べさせるのは別に悪いことではなかったかもしれない。でもですね、その時、あれはヒッタイト人ウリアの妻であると、そのような報告を受けたにもかかわらず、彼はですね、その彼女のことを考え続けて、ああ、彼女と一緒になりたい、彼女と寝たい、そのように思い、彼女を招き入れ、結婚外での性的な関係、セックスをしてしまったわけなんですね。彼はもうですね、その誘惑にとどまり続けたゆえに、まあ、彼はですね、この頭からそのことが離れなくなった。もうちょっとつもうし、誘惑はですね、そこにとどまればとどまるほどそこから逃れられなくなります。そのことを考え続けるようになります。皆さん、誘惑にですね、会った時、聖書はどのように戦えと言っているか、聖書は戦うなって言ってるんです、ね、聖書の必勝法は何か、逃げるが勝ち、ね、不貧困から避けなさい、聖書はですね、逃げなさいって、不貧困、誘惑、逃げろって言ってるんですね。だからダビデがするべきは何だったか、ね、自分がですね、誘惑される心にですね、性的な欲求が与えられるその環境に、その屋上の上から女性の裸を見た時に、彼はそこから立ち去って別のことをする、ね、そこから頭をもう切り替える必要があったわけなんですね。でも彼はそこにとどまり続けた、その女性の裸を考え続けた、それゆえにどん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 進んで、結局最終的に大きな罪の行為まで行ってしまったわけなんですね。皆さん、誘惑が来ます。それが来ることは当たり前なんです。私たちには性的な欲求が与えられています。それは変なことじゃない。でも性的な欲求、また誘惑に遭うのと誘惑に陥るのは違うということを知ってください。誘惑に私たちは遭います。でも聖書は逃げろって言ってるんです。でも誘惑に遭い続けるとき、私たちはその誘惑に陥って、ね、そこからさらに次の罪を犯してしまう、そのように、なってしまうんですね。ですから
私たちは誘惑から逃げる必要があります、ね、自分では止められないところに行ってしまうんです。誘惑から逃げるようにしましょう。私たちは本当に今誘惑の多い時代に生きています。何か無料のアプリをダウンロードするとですね、様々な宣伝があるじゃないですか。でもその宣伝を見るときにですね、不貧困的な宣伝がいっぱいあるんですね。それを見たとき聖書は逃げろって言います。でそれを見て私たちの心がですね、誘惑されるなら、ね、性的な欲求を感じてしまうな、すぐにそれを閉じる必要があります。いやもうスマホを手離す必要があるんじゃないでしょうか。ね、パソコンだったらそれを閉じます、ね、もしくは私たちが何か誘惑に遭いやすい、そのような性的欲求を感じやすい場所があなたにとってあるのだとしたら、ね、ここに行くとちょっとっていうことがあるんだったら、もうそこに近づかないようにする。私たちは逃げる必要があるんです。私たちの戦いは誘惑があった時にそこから逃げるです。それが聖書の言う戦い方なんですね。逃げるが勝ちです、ね、そしてですね、まあでもそれでも、まあ、私たちの周りには誘惑が多いです、ね、そしてその誘惑に負けてしまうことがあるかもしれない。そうした時どうするか、悔い改めです。決してですね、あ、自分はなんてダメなやつなんだ、ね、自分はこんなダメで本当に汚れてて、で神様に愛されていない、そこでぐるぐるしないでください、ね、神様の前に真実に悔い改めをしていただきたいと思います。ヨハネ1章9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいます。私たちが自分の罪を告白するなら、告白し悔い改める、誰かと一緒に、人の前で告白して、そして悔い改め祈ってもらうときに、祈るときに神様は私たちを清めてくださると言うんですね。あなたが特別汚れているから、あなたがとても悪いから誘惑に遭うわけじゃない、誘惑に陥ってしまうことがあるわけではないんですね。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。そのように聖書は言います。私たちの会う誘惑、これも人が知らないものではなくて、ね、素晴らしい先生であっても神の人であっても、この誘惑と戦い、そして誘惑から逃げ歩んでいるということを知ってください。この誘惑に会うのはあなただけじゃない、この同じ誘惑に人々は会って戦っているんです。でもですね、悪魔はうまいもので、これをですね、この誘惑にあっていること、なんか恥ずかしいから人に話せないように、なんか恥ずかしいから人に言ったら、ね、自分はこんな特別汚れてるものだと、ね、そのように惹かれちゃうんじゃないか、そのように思われて裁かれちゃうんじゃないか、そのように思わせるからですね、人に言えなくて自分一人の中でどうしようね、自分はなんてダメなやつなんだ、ダメなやつなんだ、ダメなやつなんだとぐるぐるしてしまうんです。これはですね、悪魔の作戦なんですよ。クリスチャンがですね、自分はダメなやつだって思って立ち上がることができないと、もうね、悪魔にとってそれは勝利なんですね。クリスチャンがですね、悔い改めて、でも神の計画が私にあって、私は神に愛された人であって神様の人だって力強く立ち上がれる時に、立ち上がるときに悪魔にとって脅威なんです。悪魔はこの性的な誘惑を通してですね、私たちはダメなやつだと、神の人として力強く立ち上がることを妨げようとしてるんです。それを知ってください。ですから共に立って人に助けてもらってですね、一緒に立ち上がる必要があるんです。一人で乗り越えることは難しいでしょう。あなたの信頼できるセルリーダー、またですね、ニュージェネのスタッフ、その人にですね、相談して、またですね、あ、これは同性がいいですよ、異性だと逆にそのことが誘惑になることがありますので、ね、その方とに話して、オープンにして、そして共に祈ってもらう、そのような人を見出してください。それがあなたをですね、助けるその助けとなります。そしてあなたがですね、力強いクリスチャンとして立ち上がり続ける、立ち続けることができるその助けとなることを知っていただきたいと思います。
一言お祈りします。神様ありがとうございます。誘惑があります。逃げることができるように助けてください。それに気がついた時、そこから自分の身を引くことができるように、そのものを閉じることができるように助けてください。誘惑から逃げることができるように、そして何かその犯してしまった罪があるときに気がつき、人に相談し、共に祈り、神様あなたの完全な許しを経験することができるように助けてください。どうか神様お一人お一人をこの縄目から、このことにある自分はダメなやつなんだというそのような束縛から解放して、力強く立ち上がることができるようにしてください。感謝し期待し愛する主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。神様の祝福がありますようにお祈りしてます。 God bless you。 誘惑から逃げましょう。